場ではですね、チューニングカーのデモなんかを行われます。どうぞ皆様ですね、ピッチホールのところで、ハイエースコースがね、ちょっと上がるような熱い走りがですね、見られるかもしれませんからね。それではピッチホールの内側のところ、ピッチロードの中で、さて、最終コーナーが開始しました。コースインしていきました。これからコースインしましたね。今現在コースインしています。車さんたちですね。スーパー GT ではすでにおなじみのイベント、チューニングカー、これからデモンストレーションが行われます。元来ですね、市販車両をベースとして製作されています GT カーの原点とも言えるでしょう。このチューニングカーたちを、GT ドライバーたちが操る姿ですね、観客の皆様にとりましては、レースはまた違った注目の的とも言えるでしょう。このデモンストレーションランの、ね、車両の中には、GT マシンを上回る、ポテンシャルを秘めたといった、強力なパワーを持ったマシンもございます。ルックス、そしてですね、パフォーマンスともに GT マシンとは一味も二味も違ったオーラをまとったマシンの迫力のある走行ですね、存分にこの差をお楽しみいただきたいと思います。徐々にですね、グリッドに持つマシンがロックオンされていきましたね。現在9台のマシンがグリッドにロックオンされました。今日は全てマシンですね、9台のマシンです。聖なる走り見せていただけると思います。まもなく12カーデモランがスタートいたします。さあ、どうやらウェットスポーツリカーがね、ドアもですね、バッと閉められまして、準備がどうやら整ったようですね。さあ、この後方の大井戸選手、そして谷口のオクセル選手と注目されたので、若手、代表の関口優優選手、それから和田選手もそうですね、坂口亮平選手も今年から GT 富士山戦、近畿などドライバー、たくさんで、外車を目安なされば、右に出る者はいない、井上康隆選手もいます。どうやらグリーンフラッグ振られてきまして、ね、さあただいまからチューニングカー9台のマシンによってデモランがいよいよスタートです。さあギアギア流しながら、もう後ろでやっぱりやってますね。さあ折戸選手と、そして谷口のオフセル選手、やらかしてくれますよね、さすがです。さあ谷口のオフセル選手、まずは右側のトップ、そうですね、同情にね、女性も出てますが、どうなった、右手で人差し指、さあタイヤスポークが上がっております。さあ HKS の谷口のオフセル選手のマシンが今ドラフト終了、そして大井友の選手とともに1コーナーへと右に左にマシンをスライドさせながら、エースラインの横向いちゃった状態で立ち上がっていきますね。すごいですね、本当にプロフェッショナル D1 ドライバーって感じがしますね。さあ最終コーナーからして今立ち上がってきました。ゼットです。おそらくこれは日本ゼットの友の選手ってことですね。さあ、まだ来ませんか、まだ来ませんか、2台のマシンが来てませんね。今来ましたよ、最終コーナー、ちょっと横向きながら、皆さん、皆さん、足も上げてください、足を取ってください。おー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 、放送時間もおーおーという声ですね、一斉に上がったんですけどね、すごいですね。